はい皆さんこんにちはバイイイトサイズ,ジャパニーズのレイラです私は最近ね私の生活をもっと良くしたいなって思っているんですよね今日はちょっとその話どうやってもっと生活を楽しくハッピーにできるかなもっと健康的にヘルシー 健康的な生活にできるかなと最近考えていたので今日はちょっとその話をしたいと思いますはい、まあ、実は私は昔からそういう生活にすすごく興味があったんですね小学生の時から片付けとか部屋のインテリアとか手作り DIY とかすっごく好きでだからね あの大学は建築アーキテクチャーの学部ディパートメント学部に行ったんですがまあね、まあ、ちょっと自分の思っていた勉強と違ったんですけどまあそれはまた他の話で私はちょっと生活を良くしたいと思っています結構この1年2年3年 自分の生活をうんまあ無視していたというか無視する means to i g n o 無視していたちゃんと大切にしなかったんですよねでもう大切にしないとやっぱり幸せな人生にならないですよねなのでちょっと今自分が考えていること、まあ、プランちょっと皆さんと。 シェアしたいいなと思いますまずね仕事の時間を短くしたいですね本当にでやっぱり会社で働いたら月曜日から金曜日まで一日8時間でそして多分会社に行く時間もかかりますよねでもね私これってちょっと多すぎじゃないかなって思うんですよね家にいる時間 全然なないいじゃないですか休む時間とか家族と話す時間何かを作る時間こういう時間が人生を楽しくハッピーにしますよねでもそれがないのは体に心によくないと私は思うんですねで,できたら私は、うん、働くのは1週間に 3日か4日そして1日5時間か6時間が <laughs> いいですねうんでもね別に仕事をしていない時間は例えば家でゴロゴロしてるだけとかゲームしてるだけとかそうじゃないです。仕事以外の時間で好きなことを勉強したりまあ 私はジャックさんといつかブルワリービューリーをオープンしたいなぁなんて思っているのでそれについて調べたり運動したり手作りして DIY して家をもっと、ね、快適にコンフォトブル快適にしたり、ね、美味しいご飯を作ったり野菜を育ててみたりそういうことが私は したいんです、ねはい、まあそういうことがしたくて会社で働きたくなくてだからソーシャルメディアでコンテンツを作ったりしているんですけど私はねそういういろんなことと手作りとかそういういいことをしたいですそれは本当に私の人生生活を楽しくハッピーに豊かに してくれると思いますねでやっぱりあとは食べるものに気をつけたい美味しそうなお菓子とかあったら私はすぐ買ってしまうんですが結構ね砂糖と油体によくない油オイルですねそれに気をつけたいなぁと思っています。うん やっぱり砂糖と油が多いと私はすぐあのニキビがねスポ,スポッツができるんですよね。うん、でも今まであまり食事を変えようとしたことがなかったのでちょっとこれから食事に気をつけて体にいいものだけ食べてちょっと私の肌がね良くなるかどうか。 見ていきたいなと思っています。あとスキンケアもそうですね。やりすぎは良くないですよね。でも今まで私はね、肌を綺麗にしたくて、五種類とか六種類の化粧品、まあだけモイスチャライザー、薬とか顔にたくさんつけていました。 でもよく考えたらそれって全然自然じゃない多分、まあ、体とか肌とか心の一番いいベストの状態これは多分、まあ、自然でいることなんですよね自然に近い状態がベストだと思いますだからやりすぎも やらなさすぎも,どっちも,良くないもうねバランスがいいこと自然に近いことがベストだと思うのでスキンケアもねできるだけシンプルに食べるものとかも結構シンプルにして自分の心と、まあ、体生活のバランスをねちょっと気をつけたいなと最近思っています。 皆さんは生活のためとか健康のために何かしていることはありますかよかったらコメントで教えてください私もね皆さんのコメントを読んであみんなこういうことしてるんだとか考えるのがすごく好きなのでよかったらコメント書いてください じゃあ今日はここまでです。いつも聞いてくれて本当にありがとうございます。また明日も聞いてくださいね。はい、じゃあまたお仕事、勉強頑張ってください。良い一日を。バイバーイ。